皆さん、アニョハセヨ。今回は筋肉がすごいマッチョな韓国俳優ランキングトップ26についてご紹介します。韓国の人気俳優は美意識が高いことで有名です。夏は肌を焼かないように日焼け止めをたっぷり塗り、透明感のある美肌を保つ努力を怠りません。見えてる部分だけじゃなく見えないところにまで気を配っているってご存知でしたか？それは体です。モムちゃんと呼ばれる最高の体を目指し毎日鍛えているのだとか。それでは筋肉がすごいマッチョな韓国俳優ランキングトップ26を見ていきましょう。最初は第26位からです。26位、ソジソク。ソジソクさんは小学3年生の頃から11年間平泳ぎの水泳選手として活躍しています。全国大会水泳部門入賞や国家代表選手にも選ばれているほどで、その水泳で鍛えた見事な逆三角形の肉体美をごめん愛してるの中でも披露しました。服を脱がなくても筋肉質なことがわかる俳優なので、スパイや兵士などの役にリアリティが感じられます。25位、イスヒョク。アジア人離れしたビジュアルで人気のイスヒョクさん、2013年頃からバルクアップを始めています。2022年のドラマ明日で死神を演じたイスヒョクさんの体はスーツを着ていても筋肉がすごいことがわかるほどでした。24位、キムービン。キムービンさんは上咽頭がんという大病を乗り越え、無事俳優として復帰を果たし、同じ病に苦しむ方たちの希望になっています。そんなキムービンさんもモムちゃんの一人です。2022年の復帰作ドラマ私たちのブルースでは依然と変わらぬマッチョな体を披露してくれました。そして2023年の主演ドラマネットフリックス配達人週末の救世主も大ヒットしました。23位、イドンウク。イドンウクさんは合気道2段を所有しています。ドラマでは細マッチョな上半身でファンを魅了しており、日常的にトレーニングを欠かしていないとのことです。グアビアで何度も公開しているセクシーな筋肉は毎日の努力によるものなのですね。22位、ソイングク。ソイングクさんは2013年公開映画君に泳げて水泳選手を演じることになり、役作りのため3ヶ月分の弁当を食べたと言っていました。水泳選手の体になるためには筋肉をつけるために体重を増やす必要があったのでしょうね。同じ年に出演していたドラマ主君の太陽では警備部隊のトップという役だったので、こちらも強そうな体作りに励んだと推測できます。ソイングクさんの場合、肩が一般の人よりも 1.5 倍広いそうで、映画パイプラインで映し出された肩や胸の筋肉は見事でした。21位、チョンヘイン。ドラマあなたが眠っている間にてチョンヘインさんは肉体美を披露しています。チョンヘインさんが演じた警官のウタクは怪我をして病院で目を覚まします。退院するため私服に着替える時、服を脱いだ時の体が眩しすぎて直視できません。あの可愛いお顔からは想像できない鍛え上げられた筋肉に共演のイジョンソクさんも釘付けになっています。ビハインド映像を見ると、撮影が終わってもチョンヘインさんは体の見え方に納得がいかなくて、もう一回やりますすみませんと言っていました。撮影前に腕立て伏せで筋肉をパンプアップして挑みます。チョンヘインさんは当日の食事を抜いたそうです。このシーンにかける意気込みはすごいですね。俳優はこれくらいストイックじゃないと務まらないのでしょう。20位、アンヒョソク。アンヒョソクさんは2020年のドラマロマンドクターキムサブ2で大ブレイクしました。2021年のホンチョンギからバルクアップを始めました。ファッションマガジンデイズとのグラビア写真で筋肉美を自身のインスタグラムに投稿していたのですが、その写真がすごいと話題になりました。上腕二頭筋や大胸筋もかなり鍛えられているのがわかります。そして2022年のドラマ社内お見合いでのヒロインとのキスシーンがすごいのです。アンヒョソクさんは上半身裸で背中がアップに、背筋が素晴らしく体に惚れ惚れしていたため、お話が入ってこなかった視聴者も多かったと推測できます。19位、イジョンソク。イジョンソクさんがモムちゃんだなんてちょっと信じられないかもしれません。まるで少女のような愛らしい顔立ちに細長い手足、そんなスレンダーな体型のイジョンソクさんはある日から
トレーニングは仕事の延長と言い出しました。やがて広い肩幅に引き締まったウエストで描かれる完璧な逆三角形の体が出来上がったのです。18位、ウドファン。ウドファンさんはネットフリックスで配信中のブラッドハウンドでの筋肉がすごいと大注目されています。格闘家の役でまるでアスリートのような体に視聴者はウドファンの虜になりました。何よりアクションがキレッキレです。17位、ヤンセジョン。韓国の次世代スター俳優として期待されるヤンセジョンさん。ヤンセジョンさんが鍛え抜かれた筋肉の持ち主であると分かったのはドラマ「私の国」での水浴びシーンでした。私の国はヤンセジョンさんとウドファンさん、そしてチャンヒョクさんによる3人が主演のドラマです。ヤンセジョンさんは今回徹底的な体作りをして体重を増やして撮影準備をしたのだそうです。ウドファンさんとチャンヒョクさんに並ぶにはこれまでのように可愛い年下男子のイメージではダメだと考えたからでしょうね。ヤンセジョンさんは大人の色気と肉体美でドラマ私の国を大ヒットに導きました。16位、アンボヒョン。イテウォンクラスの悪役で大ブレイクを果たしたアンボヒョンさん。その後アンボヒョン主演軍犬児ドーベルマンではムキムキ筋肉がなくても想像できる軍服姿で視聴者を魅了していました。アンボヒョンさんは筋トレについてこのように語っています。関係者は僕がよくトレーニングしていることをご存知で身長もあるのでアクションができると期待している部分がありました。1年365日のうち300日は食事制限をして常に運動して普段から管理しています。ビルドを作る上で粗暴というよりも頑丈で強靭な雰囲気を醸し出したかったのです。ラフなジャージ姿でも筋肉質な体型が感じられるように体重を増量しました。食べながら運動して 5kg 以上を筋肉で増やそうと努力しました。15位、ソン・ガン。2021年、ナビレラ、それでも蝶は舞うってバレエダンサーを演じたソン・ガンさん。白いタイツ姿に視聴者は釘付けになりました。さらに2023年ネットフリックスで公開されたスイートホームシーズン2でも鍛え上げられた美しい体を披露しています。そしてラブコメマイデーモンでもはだけたシャツから見事な腹筋を見せてくれていました。14位、ソン・スンホン。ソン・スンホンさんは秋の童話で大ブレイク。モデル出身だけあって再建ではありますが国宝級と言われるほどの肉体の持ち主です。映画「情愛中毒」では裸になるシーンがあり特に背筋に注目されていました。腕がパンパンに鍛えられているためこの腕に抱きしめられたいと思った女性も多かったと考えられます。13位、イ・ミンホ。イ・ミンホさんは2009年ドラマ「花より団子ボーイズ・オーバー・フラーズ」2009年って F4 の一人道明寺司にあたるク・ジュンピョを演じ日本にもファンが多い人気俳優です。2011年のドラマ「シティーハンター」で主人公のイ・ユンソンを演じることになり有酸素運動や水泳でバルクアップしました。ドラマ「相続者たち」や「青い海の伝説」「ザ・キング」「永遠の君主」で国宝級のビジュアルと絶賛されています。12位、ヒョンビン。筋肉といえばヒョンビン。映画「激凛」でサンを演じた時の背筋のアップシーンは怒りの背筋と話題になりました。ヒョンビン除隊後の初スクリーン復帰作だけあって大ヒットしています。11位、クオン・サンウ。元祖モムちゃん俳優と呼ばれたクオン・サンウさん。優しく繊細な顔立ちからは想像できないほどのバッキバキの体でファンはメロメロに。悲しき恋歌でのアクションシーンは見応えがありました。鍛え上げられた体で飛び蹴りをするクオン・サンウさんは超かっこよかったです。もちろん今もかっこいいですよね。今後は体脂肪 9% という驚異的な体で挑んだ映画「騎手」が8月に、映画「ヒットマン・エージェント」「ジュン」が9月に公開。さらに映画「パイレーツ2」などの出演も決定しています。10位、パクボゴム。ちっちゃくて可愛いお顔のパクボゴムさん。2015年のドラマ「恋のスケッチ応答せよ1988」の頃に比べると現在のパクボゴムさんはモムちゃんな体になっています。軍に入隊していたので鍛えられたのかもしれませんが現在は程よく筋肉がつき細マッチョな体になっています。9位、ナムグンミン。ナムグンミンさんは2021年のドラマ「黒い太陽」で
国家情報院特殊任務要員ハンジヒョク役を演じる決意をしてからジムに通い、体重 14kg 増のバルクアップに成功しています。その後もトレーニングを欠かさず続け、薬物使用疑惑が浮上するほどの筋肉美を手に入れています。自身のインスタグラムに投稿された背中の写真はもはや私たちの知っているナムグンミンさんではありませんでした。砲丸投げもしくはアメフト選手のようなアスリートの背中でした。専門家から薬物使用ではこのような筋肉はつかない、ナムグンミンはトレーニングによって鍛え上げられた筋肉を手に入れていると薬物使用は完全否定されています。8位、ナムジュヒョク。初主演の恋のゴールドメダルの水泳選手役で大ブレイクしたナムジュヒョクさん。水泳選手の役なので常に美しいモムちゃんを見せてくれていました。その後ドラマハベクの神父では入浴シーンで変わらぬ筋肉美を披露。再建で長身なのに程よい筋肉がついてバランスがいいと評判でした。7位、チチャンウク。チチャンウクさんは出演するドラマが全て高視聴率だったため視聴率王子との異名を持っています。ドラマヒーラーで見せた広い肩とたくましい二の腕と可愛い顔のアンバランスが絶妙で話題になりました。さらに映画操作された都市でもアクションシーンがふんだんに盛り込まれているためマッチョな体とキレッキレのアクションが見どころになっています。6位、チャンヒョク。チャンヒョクさんは1997年 SBS ドラマモデルで俳優デビューしています。2002年のドラマ明朗少女成功期でトップクラスの俳優の仲間入りを果たしました。2010年チャンヒョクさん主演ドラマシュノは最高視聴率 41.9% を記録し大ヒット。このドラマでは朝鮮最高のハンターテギルを演じ、華麗なアクションシーンとともにドラマ前半では鍛え上げた彫刻のように美しい筋肉をたっぷり披露し話題になりました。ドラマありがとうございますってシャワーを浴びるシーンの筋肉美も称賛されていました。5位、コンユ。コンユさんはサスペクトで凄まじく美しい筋肉を披露しています。この体は2010年頃から本格的なトレーニングを重ねてきたため出来上がったのだとか。ウォーミングアップを10から15分行ってからダンベルやバーベルを使ったウェイトトレーニングを1時間行った後、ランニングなどの有酸素運動で脂肪燃焼。ほぼ毎日このトレーニングをこなしているのだそうです。体が大きいので顔がとてもちっちゃく見えちゃうところもギャップ萌えですね。4位、ジュノ。ジョノさんもテギョンさんと同じ野獣アイドル 2PM に所属しています。服を破り上半身裸になるパフォーマンスで人気だった 2PM。 服を脱いだ時の体はムキムキ。アクロバティックなステージのために毎日筋トレを欠かさないジュノさんはドラマ赤い袖先の入浴シーンでその筋肉を惜しげもなく見せてくれています。3位、テギョン。2008年野獣アイドル 2PM のメンバーとしてデビューしたテギョンさん。デビュー前に参加したオーディション番組では真冬に海に飛び込むなどのテストがあったのですが、テギョンさんの身体能力が高く、なんといっても筋肉ムキムキの体が目立ってました。さらにそんなテギョンさんが所属したアイドルグループ 2PM は全員マッチョ。デビュー当時はコンサートの最後に服を破るパフォーマンスにファンは大興奮していました。2位、チェシウォン。チェシウォンさんは常に筋トレをしています。これはバラエティ番組で船で航海する様子をドキュメンタリーで放送したのですが、その中で船酔いに苦しみながらちょっと調子が良くなると狭い船内で腹筋を鍛えたりしていました。船内は暑いのか上半身裸で料理をしたりする様子を見ていると背筋がすごかったです。背中が腹筋のようにもりもり割れている人を見るのは初めてでした。もちろん腹筋もシックスパックでお腹周りはすっきり引き締まった素晴らしい体でした。1位、パクソジュン。2012年ドラマドリームハイツー。2012年ってドラマデビューしたパクソジュンさん、デビュー当時は細身だったイメージがあります。ただ主人公を演じるようになった頃から食事制限と毎日の筋トレを欠かさず続けてマッチョな体を作り上げました。映画ディバインフューリー死者では格闘家を演じたので見事な筋肉マッチョぶりを披露しています。いかがでしたか。今回は筋肉がすごいマッチョな韓国俳優ランキングトップ26について詳しく紹介しました。最後までご視聴いただき
ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。